さあ始まりました東京テイソンのオフィシャルチャンネルよろしくお願いいたします、はい、ということで本日あ正午のおすすめするネトラレ漫画ベストスイートありがとうございました、はいえー、もうネトラレ漫画大好き人間でございますあのエロ漫画ねエロ漫画、うん、でいろいろねジャンルがあるんですよ<う> NTR まあ今言ったネトラレねラレ似てるやつでさえ出てきたの BSS? っていうね。へえ何それいろいろある中でやっぱり俺が欲場するのは NTR なんですよ。出た。好きな女の子を付き合ってる、うん、女の子が違う男に猟辱され落ちていってしまうという展開がなんか好きだったのよ。うん、中学校時代からずっと好きで、うん、結構見てきた、はい、だいぶ紹介しちゃった。 魂の授業シリーズで正直紹介したやつは今回紹介しません、うん、あ<で>紹介しない殿堂、はい、入りということであもうねもう神様だその中でまだちょっと見てほしいやつが3つあるんで順位つけるのもあれですがまあねとりあえずまあ第3位は<位>じゃ第3位、はい、タイトル聞いただけじゃ正直ネトラレ系漫画かわからないかもしれないかなー、うん、って感じなんですけど第3位 えー、清掃彼女落ちるです、ね、いやめちゃくちゃわかるわ <laughs> 絶対にそうじゃ絶対にそうじゃんえっとねこれはね皆さんあのー、もう教科書ですまずこれを読んでくださいここから入ってください、ね、入門編だもう王道展開簡単なサイトなんですけど言うと、うん、付き合ってる男女がいます、はいえー、高校生です、うん、で、えー、キスをします、うん、純愛ですここは。うん そこを金髪のードですねうわーもうそのまんまだね思ってる展開のまんまだね色黒のマッチョが高3の先輩が見てるんです、はい、で喋っております、うん、女の子に「この学校男女男女交際禁止だぞなんでもやキスしてんだ?」っていう,うわそんなちっちゃいところから始まるんだねそっからじゃあちょっとこれバラされたくなかったら1日だけ俺の彼女になれうわーよくない っていう展開で次のカットでもうちょっとこういう風うにちょっと胸を揉んでるカットで歩いてるみたいな感じでえ流れでそういうことをなってしまって共通認識として NTR で寝取る方のチンはでかいんです。みんなそうです。寝取る方のチンでかいです。逆にその付き合ってる男の方はそっちになるの。そう<ー>。あみんなそうなのよ。結局悲しいね。そうだから。 やっぱり私落ちていってるダメダメってなってもう一回戻るっていう展開が主流なんですよそこでもう一回すんな彼氏とね <laughs> その時にあれ満足できないっていうこのダブル落ちがもう王道展開に組み込まれているしるじゃあ別にその金髪の方にそのなんかなんていうのその行為中の動画を撮られてそれで脅されてるみたいなことでもないないんですよシンプルににこのの金髪色黒マッッチョのテクニックニ溺れてしまって だめ、えー、なの分かってるんだけど求めてしまうで落ちていく落ちていくでこの作者の素晴らしいところはね、うん、金髪マッチョの、ね、顔をちゃんと描かないのよ、えー、目描かないのよ要はこっちがなんか自分の先輩にさいるそういうちょっとやりちりだったりそういう先輩を想像しながら楽しめるっていうなるほど自分に置き換えれるってこと置き換えれるそれどどう,うのその胸が苦しくなんないの読んでていやそれが、ね、苦しいもオーガズムというかわかるその 苦しさも入ってくるのよ、精の部分の女の子がね、本当に気持ちよくなって喘いでるシーンは、女の子の顔も描かないんですよ。へ想像してくれほど。想像してごらん。ものすごくいいシーンになって、これ、どんな感じで顔を隠すのと思ったら、びっくりしました、女の子がいます、気持ちいい顔、どんな顔すんのと思ったら、その顔ですよ。 金髪マッチョの大きいキッチンで隠すというあら沈学士沈学士悲儀沈学士もやってくれる最高の漫画本当にオープンもう入門編だこれはたける見れる抜けるというかちゃんとエロいなって思えるへえ苦しくなるけどんかそっちが勝つかもしれないえっとエロさがこれはねおすすめです見てくださいぜひイージー第2位これは本当に分かんないタイトル聞いただけじゃん クローゼット。え、これは知ってる人多いんじゃないかな。このチャンネル見てる人は。は形三満作品みたいな。<laughs> そうそうそう。クローバーの。そうそうそう。いや本当そう。簡単なあらすじ言いますと、うん、幼馴染みですね。で、えー、どっちも好きな感じがする。うん、で、えー、男の方が女の子の家に行って。うん 帰ってたノート返すわって言って家行ったら家近いですよあたちみつるよ本当にもうみなみちゃんと感じたのよでノート返しに行ってお母さんがいるから今いないのよってリンカって言んだけどリンカさん今いないからじゃあちょっと上がってノート置きますわって言って置くんだけどなんかリンカどんなことしてんのかなみたいなプレイゲートみたいなみたいなプレイゲートを見てたら帰ってくるのよでやばいと思って クローゼットに隠れるんですよ、男が。隠れるんだ、はい、そしたら、リンカとは別の足音がするわけですよ。はい。金髪の。はい、いや、また金髪 <laughs> もう、はい。えあいあ、同じ人同じ人同じ人さっきの金髪は金髪短髪。あはいはいはい。今回は金髪ロン言。ああ、はい。真ん中分けで、顔のタッチも絶妙に不細工で。 かっこよくない先輩とそういうことを追っ始めるのよ<う>で凛花「リンカ嫌がれよ」って言っても嫌がんない、うん、なんでだよなんでだよって言ってクローゼットの中からずっと見てるでエピソード1が終わりですおおまだ別に普通だよね次エピソード0ロになんです戻るんだ戻るなぜ凛花がこの先輩を受け入れるのかすごいねこれがマジで落ちてる その理由は見てほしいんだけどこれは見なきゃだねあこれめっちゃ物語として面白いね「ゼロが終わったもう終わりかなと思ったあなた朗報ですその後にエピソード2にいきますクローゼットで見てしまったの過去言ってるそれを全部知った上で主人公がどういう反応をするかどういう行動を起こすかへえこれ面白いわ のオチが秀逸でねこれも見なきゃだねゃ見なくちゃで朗報です何朗報がもう3つ目まだ続きがあるんです<え>次どこ行くと思う ?1 から入って0いって2いきますよね。次どこ行くと思う、うん、おそらく3その次の展開3はやんないですえお母さん編に行くんですよえどういうことさっき家に入れたお母さんいるでしょうリンカの、うん、お母さんと不良がここが結ばれて お母さんが落ちていくっていう展開になるんですどういうこと、なぜこのお母さんがエピソードゼロ一二であんな対応したのか,かもう。もうそこも回収されるってこと。<う>へえ、すげえ、この漫画。これは素晴らしい。漫画としてもすごい。素晴らしい。これはおすすめですよ。これいいね、確かに。これもいい面白そう。うんうん、普通に。第一。はい。マジで寝取られ漫画と思う フォークイン・ザ・ロードえっどういうことこ翻訳したら道路の分岐点という意味らしいんですよ絵のタッチは GTO っぽいですへえで主人公はカメラマン見習いみたいな人、うん、で女の子は普通に働いてるはいでこれね遠距離なんですようわよくないこれマジでいかつい何が 今まででの3位2ってフィクションなんですよ言っちゃえばこんな簡単にテクニックだけで落ちるってまあないじゃん性だけじゃないじゃん恋愛ってそこに信頼とかあって結局こっちダメでもこっちがあるから付き合ってるみたいな人いっぱいいるじゃんだから落ちていく様がフィクションですぐ落ちていくのよこの3位にテクニックによってこれはこの女性が 落ちちちていくく様をめちゃくちゃリアルにやるへえ何がどう違うのテクニックが良すぎてうわもう無理この先輩の口にはまっちゃいそうとか言わないこれはなぜ私はこの人を受け入れているんだろうっていう描写だったりちょっとねこう疑問がねで遠距離で会社の上司に言とらたらうんうん でかいんだけどもちろんそうなんだここ共通しそうなんだけど主人公は見習いで頑張ってんのね、うん、でたまにしか会えない、うん、でカメラマンっていう設定が生きてくるんだねえー、なんでなぜこの設定がカメラマンでこの人が遠距離でこの先輩がこういう仕事をついててもしかしたら海外に転勤するかもしれないっていう設定が入ってくるんだけど、うん、この設定全部に意味があって。 とてつななく嫌な気持ちになる<ー>でオチハッピーエンドですがハッピーエンドなんだですがっていうオチですオチ衝撃受けるよ本当に衝撃受けるね。<え>終わんないでくれ終わっていやいや終わったかそうだよなこれは全部意味あるんだ本当に,本当にこれマジでたぶんたける見たらたぶんほに ED になるかもしれないつらすぎて。 マジで全然想像できない新ポンだよいやいいよマジであの動画引っ張いあ俺これきつい、えー、俺これは立たないよえっ、ー、マジでどういうこと意味が分かんないんだけどやめてくれってでも読んじゃうんだ、うん、先が気になるんだ先が気になるで別この女の子がこの先輩のテクニックに溺れてるけど別にもう合わないですからねとか普通に言うの リアルだね、<を>リアルだね、体を許すのか、それは寂しいかなんだけど、寂しいだけで落ちていくっていう漫画もあるけど、その寂しさの理由もあったりする。うん、はあ<ー>。で、カメラマンの設定のカメラがなぜ生きてくるのかはそれがめっちゃ気になる、見てくれ、これ、俺、2位と1位がすんげえ気になる、これの生配信してもいいよ、えこれのうん、これ見,見てるたけるの顔ずっと映すっていう生配信。えー、怖いなー。 部は全部チェックするのあったかどうか確認するのねえのこの物語の、ね、物語が多分これ1位マジで1位やばいと思うでと思うめちゃくちゃ気になる普通に話そう面白そう話としては超面白そうだけどなんか嫌な気持ちになったってことでしょ嫌な気持ちえらえ閲覧注意って本当は言いたいぐらいあのこれ見るときは本当に心,心してみて見うわーこれちょっと怖いなー物語としてみてください最高ですいや素晴らしい、はい、いやちょっと面白そうだったじゃあ今度 BSS も やってきますんで僕が先に先に好きだったね。<ー>い素晴らしい見てください皆さんはいということで皆さんよかったら昌吾のおすすめのエロモンド見てください寝とられんのよあるでしたチャンネル登録よろしくねーおいビブラートタムライカ